こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石原家アアの経営のヒントプラス、今日は第392回をお届けします。石原先生、よろしくお願いします。はい、さあ、先生のブランディングを壊すかもしれませんが、先生、今、あくびしてたんですけど、はい、はい。先生、寝不足、まあ、寝不足とか、先生、起きる時間、寝る時間って、なんか、僕の中ではあんまりもう、決まってない気がするんです。不定期。そうは言っても、どんなもなんですか え5、6時間寝るか、ちゃんと寝るんですね、<laughs> うん、なんかもう寝なくても俺、平気だって言い,いしそう,いうそろそろその領域まで達したのかと思った <laughs>、はい、冗談でした、今日はですね、40代 IT 経営者の方から、iTunes の検索で見つけたそうです、いただいています。うんうん 石原先生、早川様、はじめまして。浜松出身の43歳、ポッドキャストリスナーです。浜松と書いて山葉出身の先生が食いついてくれれば嬉しいです。<laughs> 最近みんな計算してきますね <laughs>、えー。私は8年間個人事業主として活動し、3年前に法人なりして、現在社員3人の小さな IT 会社を経営しています。2> うん、b 2 b 向けの業務システム、ERP や CRM など構築のお手伝いを、 SES のシステムエンジニアリングサービスですね携帯で行っています各社員が毎月売り上げを上げているのでなんとか成立していますが私がプレイングマネージャーですので社長業に専念できませんそこで質問です1私自身の売り上げはなくても成り立つ企業づくりをしていきたいのですが資金的余裕はないのでそうもいかない状況ですどうすればよいでしょうか 2,、うんうん、2今の SES だけのビジネス形態ではダメで何かしらサービスを作るなり他社を圧倒できる技術なりを身につけていく必要があるのは理解しているのですが何から手をつければ いいのか分かりませんご教示くださいしかもお金があまりかからない方法で、うん、3そもそも社長の仕事って何でしょう個人事業時代から全ての業務を全般を自分でやってきているので改めて問われるとピンときません私は社員が幸せだと思える場の提供事業の安定が最重要な仕事ではないのかと考えております本来有料でコンサルしていただく内容だと思いますがご回答いただければ幸いですということですうんどう思います,どう思いますって3つ3つきましたけど、うん なん,かどうなんかあるそれぞれぞちょっとねあの逃げるわけじゃないんですけどこの業態がよく分かんないので <laughs> 何とも言えないっていうところで逃げたいんですけど最初のシステム開発けどね、うん、最初の私自身の売り上げがなくても成り立つ企業づくりをしていきたいっていうところうん、うん、まあでも仕組みが欲しいってことですよね自分が動かなくてもうんでも各社員が毎月売り上げ上げてるのでなんとか成り立っているっていうことは このカレー以外でも売上は一応出ててるっそうだね。何かそこをもうちょっとなんかできないかなって思うんですけど。うん。そうだな。はい。あとは何でしょうねそのうーんまあいずれにしても何かしらサービスを作る方法が必要があるんじゃないかってことですけどお金があまりかからない方法でっていうと、うん、まあこれシステム系ウェブ系だと僕先生に以前連れて行っていただいた中国のどこでしたっけあ 生徒、生徒。イいハラね。インハラなんかはちょっとこう、ね、向こうの労働力を借りながら何かできないかとか、そういうことぐらいしかせん思いないです3人ぐらいでやってるんでしょ、今、そうですね、小さな規模っていう。ってことさ、これ、すごく見方を変えるとさ、3人が生きていくだけの会社やればいいわけでしょ、今のところはね。で、先週とかの質問にもちょっとそういうこと答えたんだけど。 会社が大きくなるっていうところのイメージが、うん、バブルの時の会社が発展する発展の仕方がこの人の中にイメージがあるのね。うん、中小企業の社長さんってバブルの時に会社が発展したのと同じような発展の仕方をするってみんな思ってるのね。うん、それは何かっていうと経済がどん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 膨らんで、はい、仕事がたくさんあって人さえ例えば仕事が入ってくるから会社が多くなりました、うん、みたいなこうなんか自動的にこう 大きくなっていくようなイメージをこの人持っちゃってるんだけど、うんはい、今の世の中ってそんな風にならないので、うん、だから一番いいのはまずベースとして先週と似てるけど、うん、いいいベースをちゃんと整えておいていトライアンドエラーをするんだけど、うん、トライアンドエラーするときにさ自分の業種をちゃんと生かしておいて、うん、これ地方都市でしょ浜田さんね、はい、そしたらビジネスってどうやってでかくなるかっていうのをちゃんと一回考えた方がいいよね。 でビジネスとってどうやってでかくなると思う ?3 人の会社が30人になるってどうしたらなると思う、うん、どうしたらなるするためにはってことですかするためには30人3人から30人を、まあ、雇って持続するための売り上げと利益が必要ってことですん そもそも今のところでそのまま、掛け算でやっていけるかってありますよね。そう、その思考が間違ってるって分かるよね。うんうんうん。例えば、要するに、今トントンでやれば困るよ。うん、プラスになってればいいじゃん。プラスになるってことは自分でか生きていけばいいんでしょはい。じゃあ。で、その時にさ、プラスになるまでの仕事って、実はその生きていくための仕事なんで、うん、あんまりやりたくないことも取んなきゃいけなかったり、いろいろするわけよ。うん。ただ、まあ、その会社、その人が、 でできる範囲のお客さんしか来ないよねねそうです、ね、だから分かりやすく言うと3人の会社にシステムを出すような会社しか顧客になってないはずなんですよ。はい、まあそれがまあ,ある程度は安定していってくれたらまあより良いんだけどねってことじゃ、うん、たださこの安定したらさ次何考えなきゃいけないかっていうと顧客の選別なんね。うん、だから同じような会社に仕事をしてると絶対成功しないから。そうですね うん、要するに、うん、売り上げを年間に1,000万増やすんだけど、うん、その、S、1,000万の売り上げが5社から上げてはいけないのねうんどうしてらいいと思う、うん、え売り上げを5,000万増やすまあ1,000万増やしても5,000万増やしてもいいんだけど細かいお客さんで増やしてはいけないんですよ少ないお客さんで増やすってことですかそう少なくて優秀なお客さんを1社だけ落とせばいいんだよ、うん なん,かなんか一歩間違えずそれ逆に怖い感じね、受ける人もいるかもしれないですけどなんかその一社でいいのかみたいな、うん。だからさ、それがバブルの時の、たくさんのお客さんがあった方が、経営が安定するっていうけど、ね、経営が安定するも何も、うん、ここの会社ってば大きくななきゃいけないんですよ、うん。じゃないうん、うん、入り口としてはどうするかって言ったら、まあ、僕ならよ、はい、ここの会社のコンサルするんだったら、まず生きていけるかどうかまでやってくれと。うん、まずは うん、で,できれば社長がもうちょっと時間使えるところまで行ってくれと、うん、そしたら今度はまあ浜松っていう市場を分析してどこの会社を倒せば一発で将来的な仕事がこんだけ入ってくるって思ったら、うん、それで30人になるじゃん、はい、っていう発想を作ればいいのね30人になったらどうしたらいいの ?30 人になったら <laughs> 自分と同じ30人の会社さんたち 今度はライバルになるから、うん、このライバルが何やってるかを観察して、はい、さでその人たちとどういうふうにやれば勝てるかって、今度は戦略が作れるようになるわけじゃん。うんうん、だ軍隊がでかくなるわけよ。はい、なで、例えばその、まあ、A っていう会社を倒したことによって、30人っていう会社ができたとしたら、うん、同じように B とか C とかって、同じ規模感のところに入っていきやすいってことじゃん。で、その時にはさっき言った30人の会社がライバルになるから、うん、どういう戦略なんだろうって考えるし。うんうんうん でそれで今度さ2つ目が取れたら60人になるでしょ、うん、3つ目が取れたら90人になるじゃん、はい、90人になったらさ今度倒すだけまた買ってくるじゃんそうです、ね、っていうふうに感じてやれば、うん、実は会社って大きくなるんだけどその繰り返しかうんだからそれがさ細かい会社を山ほど取ってって<ー>売り上げ上げてっても必ずこれにはなんないんですよわ、うん、かる、うん だそ,そういうふうに戦略作ると、なると実はいいはずなんだけど、うん、頭がバブルだからこの人 <laughs> てか日本の経営者ってみんなそうなんだよねいややっぱまだまだなんかどっかありますよねそういう、うん、まあ大体本がその頃に書いた本ばっかりだからねうん、うん、それをそのままバイブルにしてると危険ってことですね、うんうん、そうそうそうまあざっくりこの会社のことは分かんないけど、うん、戦略的に考えるのは今そういう感じだねうんうんうんっていうことですね うん、本当、考え方一つで、会社って大き,、まあ、大きくもというか、やばくもなるし、うん、起死回生も全然できるってことですねでで実はその目標ってさ、うん、人がこう楽しくて、エネルギーが出るものでないといけないんですすよよねねやっぱそうですよ、ねうん、だから、できそうもないところで苦しいっていうのは目標でもなくて、うん、あこれは確かに勝ったらすっごい楽しいから。 絶対やるべきだっていうとその人間の思考とか発想がさるっこ変わっちゃって人間性まで変わっちゃうの。うんだからそういうようなプランを言ってあげるといいんだけどね。うん、そうですね、うん、まで今の感じだと なんとかとは言ってますけど、まあ、黒字にはなってそうな感じしますよね。うんま、忙しいなりに。うん、そうそう。そしたら自分の戦略で生きていいわけだよね。うん。だまあなんとか、いきなり全部は難しいけど、今先生おっしゃったように、その、やっぱりちょっと一回考える時間というかね、なんかそれで俯瞰して見てみた方がいいんじゃないかな。ぜひ、またフィードバックをいただければと思います。今日は第392回でした。石原先生ありがとうございました。はい。